クロード・ノブスは、モントルージャズフェスティバルの創始者。1971年、モントルージャズフェスティバルの会場として利用されていた、モントルーカジノにおいて、ライブを行っていたフランク・ザッパの観客が発砲し、火災が発生した。ノブスはいち早く危険を察知し、そこにいた多くの人々を勇敢に救出した。その際、レコーディングのために、会場で待機していた、イギリスのロックバンド、 ディープパープルがその様子をアルバムマシンヘッドに収録されたスモークオンザ・ウォーターで歌い、それが言わずと知れた大ヒットソングとなった。その歌詞中にファンキー・クロード・ワズ・ランニング・イン・アンド・アウト・プリング・キッズ・アウト・ザ・グラウンドとのブスのことが触れられている。2012年12月24日、ノルディックスキーの練習中に起きた転倒事故により入院。その後、 昏睡状態となり、翌年1月10日、ローザンヌの病院で死去した、76歳ボーツ、A.B. クロード・ナブズ、モントルージャズ・フェスティバル・ファウンダー、ダイズ、BBC ニュース、2013年1月11日、閲覧、ありがとうございます。